皆さんこんにちは。広島ドラゴンフライズジェネラルマネージャーの岡崎修司です。今日は1月20日サンロッカーズ渋谷対広島ドラゴンフライズ、このゲーム1の試合を皆さんと一緒に振り返っていきましょう。まず本日のゲームの結果ですが、65対71で渋谷が勝利となりました。今日のゲームはですね、非常にロースコアな展開、非常に遅いペースでゲームが進んだというふうな印象のゲームでした。実際にですね、渋谷はリーグの中でも最もペースの遅いチーム、そういった中で最もですね、得点効率が高い、そういった実績を持ったチームになります。そういった渋谷の特徴が非常に出たゲーム展開になったのかなというふうに思います。対して広島はですね、広島の方もこういったハーフコートのバスケット、しっかりと時間を使うようなバスケットは得意な展開ですので、お互いにそういった中でですね、拮抗した展開になりました。広島としてはリバウンド数でですね、勝って有利な展開を作る、また特に第3クォーターですね、早い展開からファールをもらってフリースローで得点を伸ばすというシーンもあったんですけれども、勝負どころでターンオーバー、さらには相手にイージーバスケットですね、バスケットカウント等で得点を取られて敗戦と、そういったゲームになった今日は一日になりました。次にスタッツを一緒に見ていきましょう。今日のスタッツはですね、非常に拮抗したものになってたかなというふうに思います。特徴的なのが、広島今日はスリーポイントが13本のアテンプト、その中で2本ということで、非常にこのアテンプト自体が少なかった、そういったゲームになりました。これはですね、渋谷が非常にこう激しい平面的な、かつですね、フィジカルにサイズのある選手がディフェンスをしてきますので、そういった中でノーマークを作り出すことができなかった。このプレッシャーの中で自分たちが得意とするこうハーフコートのオフェンスですね、そこをうまく消されてしまった、そういった印象になりました。これはスイッチだったりいろいろな相手が対策をしてきたんですけれども、それを上回るですね、戦術を明日には期待したいなというふうに思います。そういった中でスリーポイントシュートのパーセンテージ、本数ともに非常に少なく、またフリースローでですね、今日は広島の方はつないだ印象です。23分の17ということで、このあたりの本数、得点というのは広島の得意とする展開でもあるので、非常に得点としては良かったのかなというふうに思います。リバウンドについては広島がトータル42本、対する渋谷が32本ということで、リバウンド数、ここまで渋谷は非常にこうリーグでも下位にいますので、そのあたりをうまくオフェンスリバウンド等でつないだシーンも見られましたので、このあたりは良かったのかなというふうに思います。先ほど最初にもお伝えしましたが、ターンオーバーですね、広島が今日15本ということで、非常にこう失点につながるようなターンオーバーも今日多かったので、このあたり明日には改善したいなというようなスタンスになっています。はい、では今日勝者チームの方からですね、キープレイヤーを選出したいなと思います。今日は背番号8番、サンロッカーズ渋谷背番号8番のジョシュ・ホーキンソン選手を選出したいなというふうに思います。今日は得点が18得点、リバウンドも11ということで、広島がですね、なかなか苦しい時間帯、タフなシュートを打った、そのリバウンドをほとんど相手の選手ですね、ジョシュ・ホーキンソン選手を中心として取られたということで、なかなか自分たちのリズムにも乗れなかった。またオフェンス面でもですね、非常にスリーポイントからゴールしたいいところでのバスケットカウントなどですね、非常にこう渋谷のオフェンスを牽引した、そういったプレイヤーになるかというふうに思いますので、キープレイヤーに選出したいなというふうに思います。最後にですね、明日に向けてということでお話したいなというふうに思います。今日はですね、広島としてはいい展開というのは第3クォーターが特にいい展開を出せたのかなというふうに思います。具体的にはリバウンドからボールをプッシュしていく、そういった早い展開の中でフリースロー、またイージーバスケットを得点することができました。こういった展開1試合中続けることは難しいと思うんですけれども、こういったものをですね、もう少し早いタイミングで出すようになると、また違った展開になったと思いますし、ターンオーバーのところですね、そういったところ相手の激しいディフェンスに対していろいろなバックカットですとか、ピッチプレー、ハンドオフ、いろんなものができると思うんですけれども、そういったところを明日改善してくると思いますので、明日ですね、全く違う展開のゲームに期待したいなというふうに思っています。はい、では明日もですね、ゲーム2がここサンプラザホールで行われます。今日もですね、4000名を超える多くの方に会場に来ていただきました。明日もたくさんの方に来ていただいて、なんとか勝利を届けるようにチームは頑張ってくれるというふうに思いますので、ぜひ会場でご参加いただければなというふうに思います。また明日会場でお会いしましょう。